ちまして、本日はドラゴンズ対ヤンキースのコラボデイズということで、まずは今日中日ドラゴンズマスコットキャラクタードアラが応援に駆けつけてくれました。大きな拍手をお迎えください。決め切ってくださいましたドアラ今日ですね、試合を通じて会場を盛り上げて選手たちの応援をしてくださいます。改めてどうぞ大きな拍手をお送りください。さあ、リード君、久しぶりにドアラが会えて嬉しいです ね。今年も一緒に会場を盛り上げていきましょう。バントの不思議な感じですけども、さあ、この後はですね、そんなリード君とドアラに、ちょっとゲームをしていただきたいと思います。そういうゲーム、テレビゲームではないです。実際これ広いコートを使って二人でね、楽しんでいきたいなと思うんですけども、題してドアラさんの一日と、はい、寝てばっかり違う違う違う、そう、このゲームなんですけども、ダルマさんが転んだ日調べます。で、リード君が、だるまさんが転んだの代わりにドアラさんの行動を言います。はい、ドアラさんの行動、何々をしたみたいな、野球をしたとか、でその間に動いていただいて、言い終わったらその場でそのパフォーマンスをしてください。はい、で、見事、リード君のところまでたどり着きましたら、会場内の皆さんにプレゼントをしていこうじゃないかという、お金じゃないです。お金、キックバックはお金じゃないです。見えてます、見えてます。はい、ぜひね、皆さん、応援の方をよろしくお願いいたします。さあ、それではお二人、準備の方をお願いします。リード君は、オープナー。ヒトワーは、アメリカのベンチからスタート。ゴールエンドからスタートです。さあ、近くの皆様にもご挨拶をして、ぜひ、ドアラがリード君のところにたどり着いて、プレゼントを皆さんに送ることができるのでしょうか。さあ、ドアラ、準備の方はよろしいですか。バッチリ、はい、ありがとうございます。さあ、それではまず、一つ目の一日の様子からいきましょうか。では、リード君いきますよ。ドアラが相撲を取った。よく行事の、残った、残った。大丈夫、リード君的に OK、 OK だそうです。セーフ。よし、じゃあ次行きましょう。ドアラがダンスをした。いいですね、さすがです。さあ、続いてはドアラが休日のお父さんになった。わあ、一番しっくりくる。さすがです。リード君 OK? OK と。よし、次行きましょう。ドアラがパントマイムをした。自然と拍手が湧き上がっている。もうちょっと拍手が欲しいかも。素晴らしいです。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。ドアラがスケートをした。すごい、徐々に拍手も大きくなってきてますね。はい。さあ、リード君まであとわずか。次が最後のお題になるかな。ドアラさんがボクシングをした。結構意外と。はい、見事たどり着きました。 OK です。では、コート中央にお願いいたします。
素晴らしい、ね、2人の息のあった最後のボクシングも良かったですよ。ということでクリスマスにちなんで見事リングの方にたどり着いたのでドーラがプレゼントを持ってきてくれました。ありがとう。開けてない、開けてない、開けそうで開けない。そうなんですよ、実はこの、プレゼントリード君だけじゃなくて会場にお越しいただいた皆さんに向けてのプレゼントでもあります。さあ今から、ドアラとリードが協力としてボールを10個打ち込んでいきます。さあこのボール皆さんその場でアピールして見事キャッチしてくださいね。ボールは10球サイン入りです。それではお二人お願いいたします。さあ今年もドアラが自分でロスをして打ち込んでいくという、ね、マリケットしっかりフォローしたすごい、おお結構高いな、大丈夫ですか。ちょっと勢いよくいっぱいもあります、お気をつけください。すごい、おお中継のエリアで、ね、そうですね、で、これも投げちゃう、はい、レスカーチちょっとマットを上げてください。でぜひあのドアラグッズ持ってる方出てアピールしてください。見ていきますからね。さあ半分ぐらい投げたから直接手渡しもあるのかな。ああ渡さない、そういうとこですよ。さあ時間が迫ってまいりました、一気に詰めましょう。さあ、あと2個かな。ナイスガッチ、うん、さあ、最後の1個、わあ、嬉しいですね。すごい、特に子供たちが、ああ、もう全部ね、川崎の皆さんのことに向かって、だけない、あげてくださいよ、まさか。さあ、素晴らしいバッティング、そしてスローイングをありがとうございました。ドーラに大きな拍手をお願いいたします。リードくんもありがとう。さあ、それではこの後、ドーラには、イーグルスの選手入場時に、ボート上の選手たちを迎え入れていただきます。そして、今日はバッティングイーグルス名古屋オープンアーティストのソダオゲットさんも登場します。そのボケの、3名もイーグルスの選手入場時に今後の選手たちを迎え入れてくださいます。どうぞご期待ください。さあ本日は、港区民デーということで港区にちなんだ動画を皆さんにご覧いただきます。それでは皆さん会場のスクリーンにご注目ください。